それで部長が出した案をどうにか先方に出したんですけど、うん、この魚めちゃくちゃ美味しいですね。うん、うまいな。そういえば今度清美に春馬？柳田さん、こんなところで会えるとはな。元気してたか？はい、黒井さん、こちら僕の大学の先輩で柳田さんです。どうも。こいつなかなか LINE 返してくれないから全然会えないんですよね。あー、すみません。こちら会社の先輩の黒井さんです。相席させてもらってもいいかな？どうぞ。どうも。ちょうど春間にいい話があってさ。何です？会社立ち上げたのはいいんだけど、なかなかいい人材に恵まれなくてさ。あ、そういえば噂で聞きました。おめでとうございます。だからさ、今のところやめて俺の会社に来ない？来てくれるなら待遇は補上するよ。いやいや、僕なんかよりもっといい人たくさんいるじゃないですか。柳田さん顔広いから。俺は春馬みたいに自然と気の利くタイプが欲しいんだよな。どうかな？いや、でも今の職場が結構好きなので。そうだ、明日の仕事終わりに詳しい話をしよう。飯でも食いながらさ。な、いつでもいいから連絡してくれよ。そうですね。決まり。明日契約書も用意してくるからさ。契約書？さすがに話が飛びすぎですよ。善は急げって言うだろ。ああ悪い、この後用事があるんだ。ちょっと。じゃあ詳しい話は明日な。絶対連絡しろよ。ありがとうございました。黒井さん、すみません。昔からああいう人で。いや、それはいいけど、お前さ会社戻るぞ。はい。黒井さん、黒井さん、なんで急いでるんですか？別に。もうちょっとゆっくり歩きましょうよ。明日会うのか？まあとりあえずご飯くらいは。そうか。うん、大学の時もしょっちゅう呼び出されて、それはそれで楽しかったんですけどね。柳田さんの会社の件、実は少し前から知ってて気にはなっていたんですけど、なかなか時間取れなくて。すごいですよね、昔から会社作るって言ってたの本当に叶えちゃうなんて。じゃ、よかったな、お誘いがあって。なんかトゲがあるな。ああいう人と仕事した方がお前のためにもなるんじゃないか？それって行けってことですか？そんな冷たいこと言わないでください。将来のこと考えたらって話。行く気がないならそう言えばよかっただろう。いつまでお前は。僕が将来どうなりたいか黒井さんにはわかるんですか？さあな、俺みたいな凡人にはわかんねえよ。また拗ねてるんですか？は？誰が？そういう卑屈っぽいのどうかと思いますよ。悪かったな。そんなに嫌だったらさっさと仕事に戻ってもらえませんかね、係長。またそうやって。そんなんだから。そんなんだから？お前に出世抜かれたんだって？いいえ、お前のポストが空いたらやっと上がれるかもな。そんなに僕が邪魔ですか？実力で追い抜いてもらってもいいんですよ、先輩。嫌味しか言えねえのか。お互い様でしょう。もういいです。先輩、先輩、ゆきさんと黒井さん、なんか様子がおかしいんですけど。え、あ、いや、喧嘩。清美、お前これ俺のデスクに出してどうすんだよ。部長のとこ持ってけっつったろ。黒井さん、あ、はい、一旦見てもらった方がいいかなと。いいから持ってけ。はい。一体何があったんだ？なんか言い争いになったっぽいですよ。へえ。ゆきさんも怒ってたってやばくないですか？今日みんなで飲みにでもって思ってたんですけど、
やめた方がいいかな。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。今日終わったら飲みに行きません？え、キョムさんから誘ってくれるなんて嬉しいな。でもごめんなさい、今日はやめときます。そうですか。なんか元気ないです？そんなことないですよ。また誘ってください。あ、新田くんがいるお店また行きたいな。あそこのご飯美味しいですよね。そうですね。あんまり話したくないのかな。お先します。お疲れ様です。清美、もう帰るんだろう？はい。今日付き合い。え、あ、僕も行っていいですか？あれ、え、カラオケですか？いいですね。いらっしゃいませ。黒井さん、さっきから飲むペース早いですけど大丈夫ですか？うん。ゆきさん、やめるかも。なんでですか？黒井さん、とりあえずマイク置きましょう。多分俺のせい。やっぱ喧嘩したのか。一体何しちゃったんですか？大学の時の先輩が立ち上げた会社にユキが誘われてて。おー、さすがユキさん。うちみたいな会社よりのびのびやりたいことできそうな会社の方がいいんだろうと思って。え、黒井さん、まさか引き止めてないんですか？俺が引き止める権利ないだろう。権利って？なるほど。でもそんなことでユキさん怒ります？まあそれは俺が。待て、お前誰に電話してんの？拉致が開かないんでユキさんに電話してます。大人なんだからみんな仲良くしましょうよ。イカれてんのか、やめろ。ちょっと一回聞いて。はい、もしもし。あ、ユキさんお疲れ様です。すみません、こんな時間に。黒井さんがどうしても話したいってダダこねるもんで。おい、そうなんだ。はい、変わりますね。もしもし。黒井さん、あのさ、明日先方の話聞きに行くんだろう。俺も一緒に行く。いいか？え、それ僕も行きたいです。俺は帰ります。うっせえ。あ、まあ構わないですけど。俺明日ジムの移動があるから。昼間はいろいろごめん。大丈夫です、分かってますよ。黒井さんが言いたいことは。僕もちょっと頭に血のぼっちゃってすみませんでした。明日柳田さんに俺の大事な雪は絶対に渡しませんって宣言してくれるの楽しみにしてますね。はい。じゃないと僕冷静な判断ができないかもしれません。じゃあおやすみなさい。やっぱあいつまだ怒ってんじゃん。嫌がらせだろ。はいはい、水飲んだら帰りますよ。いや、明日が楽しみですね。お前ら、じゃあここで。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はあ、何？先輩って面倒見いいですよね。は、俺がどこが？今日もなんだかんだ言って黒井さんに付き合ってあげてるし、休憩室でユキさんにも声かけてたり、うん、僕の時だってたまたまだろ。たまたま。ニヤニヤするな。そういえばちょっと前は黒井さんとかユキさんともまともに話したことなかったな。あの時から誰が虚無化してようがどうでもいいと思ってたけど。どうでもいいのは他人じゃなくて自分。もう無関心ぶっちゃって。ま、先輩はそこがいいんですけどね。じゃあ僕こっちなんで。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様です。あ、キョムさん、昨日はありがとうございました。電話かけたのはミヤ君なんで。そっか。いいチャンスとは思わないんですか？え、はい、思わないです。黒井さんですか？まあどこがいいのか俺にはさっぱりわかりませんけど。僕って
子供の時から周りの大人の機嫌を伺って行動するタイプで、本当年上から気に入られるのだけは得意だったんですけど、入社して1年ぐらいの時、黒井さんにめちゃくちゃキレられたことがあって。ユキ、お前だったらどうする？僕は黒井さんの案が理想的だと思います。でも部長の案も現実的でリスクが少ないかな。感想なんて聞いてねえよ。お前の意見は？僕の意見は黒井さんの。相手に合わせてヘラヘラ笑ってるだけがよ。俺とか部長とか周りに気に入られることしか考えてねえのか？面と向かってそんなこと言われたの初めてで、すっごい落ち込んで。自分より上の誰かが気に入る答えを言うのが僕の生き方だったから、そうやってニコニコしてたらみんな喜んでくれて褒めてくれてたから、それが正解だって思ってたんです。同い年の友達に嫌われたって年上に気に入られた方がいいことだって、今では少し自分の意見も出していいんだって、そのおかげで仕事も楽しくなって、黒井さんは僕のこういうところ分かってくれてるから、だから自分から離れたいとは思えないんです。黒井さんにとっては迷惑かもしれないですけどね。それに黒井さんって本当は、ちょっと喋りすぎました、すみません。内緒にしてくださいね。よかったですね、甘えられる相手が見つかって。そうなんですかね。そう言われるとなんか恥ずかしいな。あと俺案外口軽いんで。もう、こんばんは。どうも。こんばんは、春馬くん、久しぶりだね。こちらは会社の先輩の黒井さんです。すみません、どうしても一人で行かせてくれなくて。ああそうなんだ。私柳田と共同経営しております月野と申します。共同経営？柳田さんと月野さんは大学も一緒で幼なじみなんですよ。ところで今日の本題なんですが。全然聞こえないんですけど。それリアルでやる人初めて見た。怖っ。まさか個室とは。先方なかなかやりますね。俺焼き鳥食いたい、頼んでいい？先輩少しは緊張感持ってくださいよ。僕は皮タレで。春馬くんに先日柳田が申し出た件。すいません、私はユキと柳田さんが昔からどのような付き合いでどのような信頼を築いてきたかは分かりませんが、やすやすと送り出すつもりはありません。一社員でしかない私には何の権限もないですが、ユキが 100% 乗り気じゃないなら上に掛け合ってでも。ごめんなさい。え？たくさん考えていただいて悩まれたと思うんですが、先日の申し出は柳田の独断でして、今はまだ最小人数での体制のままと思っていまして、今回のお話はなかったことにしていただけたらと。本当にすみません。ほらちゃんと謝って。ごめん。いやとにかくちゃんとお話ができてよかったです。本当何にも相談しないで突っ走るから。俺は俊が一人で大変そうだから、少しでも戦力になれる人をと思って何も考えてないわけじゃない。分かったから。俊は俺の気持ち全然分かってない。話せよ、後でちゃんと聞くって。今聞いてよ。ダメ、後で。今日はありがとうございました。本当にお騒がせして申し訳ない。いえ、なんか羨ましいです。相変わらず仲良しで、いろいろ落ち着いたらまたご飯でも。うん、黒井さんもありがとうございました。いえ。久しぶりに一緒に飯食えたな。そうだね。柳田さんって月野さんといるとなんか印象違うな。昔は仲間内で柳田の飼い主って言われてましたよ。飼い主ね。黒井さんありがとうございました。今日一緒に来てくれて心強かったです。結局何にもしてないだろう、無駄に喧嘩しただけだったな。
僕的には無駄ではなかったですけどね。特に昨日の電話が、いや慌てて録音しました。今後スマホの扱いに気をつけろよ。え、なんでですか、怖っ。どっちがだよ。ちょっと先輩、あっちの座敷もう誰もいませんよ。さっき帰ったっぽい。え、もう全然来た意味ないじゃないですか。気になる。まあ会社でもいつも通りだったし大丈夫ですよね。ゆきさん辞めませんよね。辞める気があるなら黒井さんと一緒になんか来ないだろう。確かに。でもあんなに怒ってる黒井さん初めて見たんで、一時はどうなるかと思いましたよ。俺もあのレベルは初めて見た。怒鳴られ慣れてるプロからしてもレアなんですね。はあ、どうやら俺の逆鱗に触れたみたいだな。誰が何のプロだって。ごめんなさいごめんなさい、冗談が通じる先輩が大好きです僕。みーやくん、お誕生日おめでとう。え、 ありがとうございます。これプレゼント、気に入ってもらえるといいんだけど。熊にいしにみんなで行けただけで全然良かったのに。黒井さんに相談してこれがいいんじゃないかって。すみません、気使わせちゃって。いいのいいの、いつもいろいろ楽しいこと誘ってくれてありがとう。ゆきさん好き。黒井さんにも後でお礼言っときます。わ、やばい、ジョイコ。黒井さんさすが分かっ思いっきり目そらされた。さては誕生日に何も用意してなくて気まずってなってるやつ。もう気にしなくてもいいのに、先輩ったら。先輩気にしなくていいんですよ。誕生日プレゼントは俺です。は？先輩、それ本気で言ってますか。あ、嘘です、ごめんなさい。夜ご飯とかなんか起こります。ごめん。いやいや、いいんですよ、気にしないでください。はい、でもご飯は行きたいです。はい、おごりじゃなくていいんで。ああ店探しておきますね。うん、お盆休み4日しかないとか何のバグですか。10日はないとおかしいよな。4日しかないくせに大型連休感出してくるし、ずうずうしい。先輩何か用事あるんですか。海行きましょうよ、海。え、絶対嫌だ、暑いしベタつくし人多いし。やっぱ混みますかね。大人になってから夏にまともに海行ったことないんで。俺もないや。じゃあ海デビューしちゃいますか。やめとく。じゃあキャンプ。この間行ったろ、あんなの5年に1回くらいでいいよ。え、毎年行く気満々だったんですけど。じゃあ夏祭りはどうです。会社の近くでやる夏祭りがちょうど休みと被ってるんで、花火大会もありますよ。この辺で穴場スポットとか。休みなのに会社の近くに行くの、なんか負けた気がするから嫌だ。はあ、じゃあ一人寂しく夏祭りに行くしかないですね。友達は6連休とか11連休で実家に帰省してるし、あっくんはお店忙しいから無理だろうな。寂しいな。頑張れ。寂しいな。はあ、先輩と一緒に行きたかったな。ああ、夏って言えばセミが。Gのあいつも夏は活発ですから頑張ってくださいね。わかったよ。いいんですか？やったー。ゆきさん、どこかいい花火スポットを知りません？花火？夏祭りの？ゆきさんも一緒にどうですか。いいね、花火大会。この近くでやる花火大会ならちょうど屋上から見えそうだけど、どうなんだろう。お盆休み中ってここ入っていいんですか。ダメだろ。ま、黒井さんお疲れ様です。黒井さんはどこか知りません？この近くの夏祭りの花火が見えるところ。うん、俺の部屋から見えるけど。え、すごい、行きます。いやだ。自分で言っといて来るのはないでしょう。それとも自慢ですか。家から花火見えるマウントですか。あ、聞かれたから答えただけだ。ていうかそんなの初耳ですよ、今まで内緒にされてたなんて。そうやって花火を餌に誰かを連れ込んでるんじゃ、ひと夏の恋ってやつですか。そして今年は僕、そんなの絶対に行きます。ひと夏で終わらせる気はありませんが。ずっと何言ってるか分かんないお前。お、
なんか責められた。花火の独り占めはずるいですよ。僕はむしろ独り占めされたいって言うのに。もう分かったって。変なことでかい声で言うな。知らんぷりしとこ。先輩、今年は黒井さんの家でひと夏の恋です。なんて。ああ、もう結構人いますね。とりあえず何か食べます？たこ焼き。あ、あそこにありますよ。並んでる間にビール買ってきます。いいね。雰囲気分うまいな。雰囲気分美味しいですね。あ、ゆきさん、黒井さん。あ、いたいた。ごめんね、遅くなっちゃって。駅がすごい混んでて。全然大丈夫です。屋台回りましょうか。外せ。うるさ。ああダメだって。それじゃ違うって。もっと左だって。ちょっと身だった。シナ王子がうるさい。俺が王子ならお前も王子だろうが。うん。ゆうきさんすごい。まあね、ニア君にあげる。え、いいんですか。やったー。みんな自分が弾いたの今日身につけてくださいね。え、いいね、楽しそう。特徴のスイッチ当ててやる。スイッチは僕のものです。109番。51番か。僕70番。2番。2番。黒井さん大当たり。すごい。2番の景品なんだろ。かわいい。写真撮りましょう。写真。やけ酒してる。やさぐれ猫だ。あ、黒井さん、ちゃんとかわいいですから安心してください。先輩もだいぶかわいいのが。お散歩ワンワン。犬。キョムさん、家族が増えてよかったですね。しっかり養えよ。頑張って育てます。名前はトールにします。ふざけんな。トール、いい子だね。ぼちぼち花火で混雑しそうなんで移動しましょうか。黒井さんの家、ドキドキする。あ、初訪問なのに僕たちも一緒でなんかすみません。なんだそりゃ。むしろいてくれた方が助かるよ。理性が保てなくなったら困るから。理性大事にしていきましょう。あれ、春馬くん。え、あ、月野さん、こんばんは。どうも。黒井さん、先日はお世話になりました。お祭り楽しんでらっしゃいますね。え、いや、これは似合ってますよね。可愛いです。誰です？そう、あ、お友達。会社の同僚です。一緒に夏祭りなんて仲いいんだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ、柳田さんはもう来ると思うんだけど。シュン。あ、いたいた。あ、春馬、来てたんだ。はい、会社の同僚と。黒井さんもいるじゃん。こんばんは。こんばんは。へえ、デート？そうです。違います。そっちもデート？え、まあデートですね。そうなんだ、いいね。そろそろ行こう。うん、じゃあまた。はい、楽しんで。誰です？僕の大学の先輩だよ。あ、この間の引き抜きの。え、あの時の？そうそう。もう誘われたりしてないですよね。してない、してない。よかった。よかったですね、黒井さん。え、あ、まあ。はい、どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。わあ、普通にいい部屋。黒井さん、給料いくらもらってんですか？残念ながらお前とそんなに変わらねえよ。黒井さんのお部屋。ちょっと気持ち悪いこと言っていいですか？なんだよ。黒井さんの匂いがします。あ、花火見えるか？おお、いい感じ。結構近いですね。おい、ユキ。ああ、気にせず花火に集中してください。人の家を探るな。いやいや、ちょっと見てるだけじゃないですか。花火見るんだろ。花火、お腹に響きますね。来年も来ていいですか？まあ、いいけど。今度、
花火ない日も来ていいですか？それはちょっと検討。いいじゃないですか。黒井さん、ビールをお代わりください。黒井さん、黒井さん、大変です。お好み焼きがベランダに食われました。うわ、最悪。何やってんだよ、掃除していけよ。先輩がやりました。事故ですよ。いいから早く拾えよ。あ、これで拭け。トイレ借りますね。お好み焼きがこっちかな。おい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 、こっちを入るなよ。え、寝室ですか？そうだよ、トイレは玄関のすぐ横。黒井さんのペットはどんな。黒井さん、隠さなくてもいいのに。何です？うわ、黒井さん、これ絶対急遽この部屋に突っ込んで、あたかもモデルルームみたいな部屋に暮らしてます感出しましたね。お前らにいじられたくなかったんだよ。いいだろう、もう。あ、みんなで回り返しません？やりたい。ジョイコンあと2つあります。おい、漁るな。黒井さん、黒井さん、せーの、帰るのだるいんで止めてください。嫌です。帰りの電車絶対やばいですよ。知るかよ。ゆきさんも泊まりたいですよね。僕は帰るよ。泊まったりなんかしたら理性が。あ、理性は大事ですもんね。仕方ないですね。どうでした？初めての黒井さんの家は。ちょっと緊張した。ゆきさん、かわいい。いやいや、また行けるといいですね。そうだね。今度は僕らは遠慮しますから。ああ、じゃあ僕ここだから休み明けに会社で。って言ってもあと3日しか休みないけど。はい、おやすみなさい。今日はありがとうございました。お疲れ。またな。またか。あいつ。